皆さん、こんにちは。今日は2022年4月22日金曜日です。今日のテーマは、ウクライナとロシアの戦いについて、プーチンはどうやって片付けるでしょうかあるいは撤退するでしょうかかっこよく撤退することですね。そして、西洋側の狙い、目的とウクライナの選択、ロシアはどうなるでしょうか これについて話をしたいと思います。マリウポリには製鉄所があって、そこには一般市民がいています。負傷者もいていますが、守衛軍のリーダーは言いました。現在、弾薬がなくなってきました。あと数日間は持つでしょう。でも我々は投稿はしません。ロシア軍は我々より10倍の人数です。でも武器は違います。ロシア軍はずっと 100ミリのロケット砲で我々を攻撃していますが、我々は現在包囲されていて、ロシア軍の激しい攻撃を受けて、ロシア軍の無線通話を盗聴して、ロシア軍の目的というのは、我々の今隠している、この隠されている製鉄所をさらちにすることと言っていますよと言っています。ウクライナーとロシアの人道回路についてですが、現在90台のバスを準備して、 予定では6000名の市民はこのバスを乗って避難はできる予定ではあります。それから本格的な戦いになります。でもロシア軍は約束を守っていません。避難できる人数ですね、予定より少ないです。 それから特別話し合いをしましょうかとウクの側は提案しました。そしてはマリウポリで話し合いしましょうよとなったんです。しかしロシア側はこれに対して大した返事はないんです。米国の国務長官ブリンケンは言いましたが、ブーチャーでのジノサイトを見てこれからマリウポリでも起きるではないかと心配ですと言いました。またロシア軍は イジュムでの進攻は少し成功はしました。侵略はできました。でも、ハリコフでの進攻はまだ成果はありません。これからロシア軍はドンバス地域に対して、さらに軍隊を派遣する動きはあります。ただし、今の現状では、ロシアの攻撃は激しいんですが、成果はあまりないんです。また、4月20日、ロシアの国防省、 発表されましたが、ロシアにあるプレセツクにある宇宙センターからサルマトというミサイル、弾道ミサイルを発射してカムチャツカ半島の標的を狙って攻撃して命中しましたよと発表しました。 サロマトというミサイルですが、ロシアの最先端のミサイルであって、200トンを超えるミサイルなんです。核担当も搭載できますし、10トンの担当を、えー、搭載できます。そういうふうに可能と言われていますが、これでわかるのは、ロシアは実にですね、まだ核兵器を言い出しました。 ロシアは核兵器を言い出すというのは、ロシアはもう負けたという意味なんですよ。そう私は思っていますが、ロシアはキーウから撤退して、ドンバス地域だけにして侵攻しました。でも今の状態から見て、ロシア軍はドンバス地域での戦いはあんまり良くはないと言えます。なぜなら、ロシア軍は戦う場所を変えただけなんですよ。 キーを諦めてドンバス地域にしましまた。つまり、ロシア軍の中身は変わっていないんです。場所を変えても戦い方は同じ戦い方なんです。でも、ロシア軍にとっては時期、あるいは期限、期間が設定されています。プーチの目標、命令でもありますが、5月9日、この日をもって勝利の宣言したいんです。ロシアにとっては5月9日っていうのは 勝利の日であって、何かが成果がないと、勝利だと宣言できないんです。4月14日、ロシアの国会艦隊の象徴でもありますが、モスクワ軍艦が沈没しました。この情報を受けて、ロシア軍であっても、軍事専門家であっても、評論家であっても、国民であっても、みんなショックを受けています。今まで自慢でしたが、やはりホラフクでした。実力はこれでバレました。 まだ国会艦隊ですが、実に怖くないと、強くもないという意味ではありますが、みんな思ってきました。今まで国会艦隊でクリミアを統治してきましたが、これからは続けるでしょうかという意味ではありますが、まだロシア軍の高級ポジション、14名も犠牲になったんです。海軍も陸軍も空軍もそうですが、まだ経験の 深い戦いの神様も含まれています。なぜなら、ジョージアの戦い、クリミアの戦い、みんな結構そういう将軍、将軍いていますので。ロシアも中国も同じですが、軍の高級ポジションというのはみんな英雄的な存在なんですよ。そうすると、国民、あるいはロシアの軍にしても実に影響はあります。やはりショックではありますので。 また、ロシアの国内の経済、実に影響出ています。でも、プーチンは認めないんです。米国の話では、長い期間かかります。そういう経済制裁ですが、でも、きっと効果は出てきますので、その時、ウクライナとロシアの話し合いで、ウクライナには有利な条件は出せるでしょうと言っています。戦闘の要素は3つあると言われていますが、1つは、戦う意識。 あるいは、四季とも言います。これは、ウクライナー側は強いと思います。なぜなら、ウクライナー側としては、もうできれば、ロシアの国内に向けて進攻する意識はあると思います。あるでしょうと思います。そして、ロシア側は少し弱いでしょうと思います。2、武器と装備です。これは、科学技術と製造業のレベルでもありますが、ロシアには無理です。 ロシアの自慢の無人飛行機、動画でも話をしましたが、エンジンは日本製です。ボンしたら中に,中にですね、キャノンのデジカメが出てきましたね。一眼レフの。これは見て、あれとか思いますよね。3. 経済とお金です。これもロシアには無理ですね。以上の状況を見て、ロシアはウクライナとの戦いより、ロシアは西洋との戦いになってきました。でも戦場は ウクライナにあります。戦う兵士もウクライナ軍がメインとなって、確かに国際軍、士官軍もいていますが。以上の3つの要素を見て、ロシアはこれから難しいと思います。とても難しいです。つまり、ロシアは負けるでしょう。これについて、プーチンも知っているはずなんですよ。彼は機密、警察の出身ではありますので、何でも知っているでしょう。 でも今の問題ですがプーチンはどうやって撤退するのが問題なんですよつまりどうやってこの戦いを終わりにするでしょうか一つプーチンは政治家としての人生はどうなるでしょうか二ロシアの未来です三ヨーロッパの地政学的な枠組みがこれから変わると思います プーチの立場に立って考えるとですね、短期間で成果が欲しいです。戦って最後は勝利しましたと言えるように、そういう成果が欲しいです。つまり5月9日までに何かが成果が欲しいです。やはり演説するときに自慢したいんですね。でも現実的にマリウポリはどうであっても、どうなっても、戦いが仮に続いても、 ドンバス地域の制覇は実にできなくても、独裁者にはですね、処理しましたと実に宣言できるんですよ。これは中国も同じなんですが、上海は閉鎖しています。でも生産再開はできましたと、生成度と言えます。そして中国は世界一安全の国ですよと言っています。でも、鉄のチェーンのお母さんは行方不明となりました。それも事実です。でも大丈夫です。 独裁者には言えます。つまり、ロシアは戦争を起こして、結果はどうであれ、効果が大事です。その効果とは、勝利しました。勝利を宣言することです。そして、自分の政治的な未来ですね。続投はできるようになることです。制覇したと言って、撤退はできますし、あるいは、戦いは続くことも実に可能です。 でも、西洋側、あるいは先進国、日本も違いますので、みんな思っているのは、この戦いでロシアを崩壊させたいんです。あるいは、プーチンの政権を崩壊させたいんです。少なくても、ロシアはこれから威嚇的、あるいは怖い国として存在してはいけないんです。この考えは、みんな統一されていると思います。 これでみんなウクライナに対して武器などを供与しているでしょうと思います。先進国のこの考えでしたら、ロシアはまず衰退をさせたいんです。そうすると、この戦いはすぐに終わってはいけないんですよ。すぐに終わってしまうと、ロシアの軍事力はあんまり変わらないですね。まだ武器などは製造できますので、そして経済も復活するでしょう。なぜなら、 貿易などはまだ再開されるかもしれません。そうすると、西洋側はですね、今までいっぱい支援してきました。供与してきました。最後は何もないんですね。無傷でロシアは終わってしまうので、これは良くないと思っています。これでこの戦いは少なくても今年いっぱいにしましょうとなったんです。戦う期間が長ければ長いほど、ロシアは衰退しますし、弱くなっていきます。 米国は先週からこの戦いは今年いっぱいになるでしょう。あるいは年末までかかるでしょう。というようになってきました。やり方としてはウクライナに対して強い攻撃的な武器を供与するようになってきました。昨日の動画で話をしましたが、最初は武器はあまりなかったんです。モロトフカクテルで対応しましたね。その後、携帯式対戦車ミサイル出てきました。 でも、携帯式ですので、攻撃する範囲は、やはり、広くないんです。短いんです。2.5キロが、限界なんです。その後、防空ミサイル、対艦ミサイルになってきました。でも、移動式ではなくて、固定式ですので、つまり、今まで、ウォークライナーに対して、供与してきた武器というのは、本格的な、攻撃的な武器ではないんです。 これらの武器を使って、ウクライナ軍は自分の領土、あるいは首都を守ることはできます。ロシアの侵攻を止めることはできます。ある意味、現状維持することができるというイメージです。つまり、ロシア軍に向けて攻撃的な武器は実に許容されていません。 でもこれからは違いますので、重装備はどんどん登場しました。重装備をウクライナに渡して、ゼレンスキ大統領に説得しないといけないんです。西洋側にすれば今年いっぱいと言います。でも実にですね、もっと長くなるでしょうと思います。つまり、長期的になってしまう可能性は高いんですよ。しかし、長期的な戦いになってくると、 ウクライナの国民にとっては受け入れることはできないんです。国民にとっては早く終わってほしいんです。終わらせたいんです。政治の生活に戻りたいんです。やはりみんな戦争が嫌いですので。当然ですが、ウクライナの政治家も同じのはずなんです。 戦っても利益は実にないんです。自分の国がボロボロとなっていくだけですので、自分の国のエリートたちは亡命とか避難して帰ってこない。 可能性も出てきますし、生存業も工場も崩壊していますし、実に利益はないんです。そうすると、セレンス的に納得してもらう、あるいは説得していかないといけないんです。これで判断できるのは、ウクライナーは EU に加盟するのは間違いないと思います。ただ、時間の問題です。まだ、NATO の まあ、加入、参加も、最終的にはできると思います。これが条件なんです。西洋側の条件です。この条件がないと、ウクウラナ側は戦いたくないんですよ。長期間の戦いはみんな嫌なんです。ここで、武器の装備は非常に微妙なんですが、まず、米国は戦闘機の部品を供与しました。これは、一昨日の動画で話をしましたが、そして、戦闘機もこれからウクウラナに、 許容されますしただし、誰が供与したでしょうか誰も言わないんですよ。まあ、どこの国かは前の動画で推測はしましたが、でも証拠はありません。ただし、ミグ29戦闘機は事実なんです。もちろんですが、ウクライナ側としては F-16 戦闘機は欲しいんです。でも F-16 になってくると、パイロットの訓練が必要なんです。短い期間での訓練はしてもいいんですが、 あんまり現実的ではないでしょうし、まだ米国としてはあんまり正々堂々と米国の戦闘機を乗ってロシアと戦うのはあんまり良くないかもしれないですね。そういう意味では。でも僕らの空軍はミク29を操縦してロシアの空軍を制覇することはできないと思います。なぜならもともとソ連の技術で作られた戦闘機なんです。ロシア側も 同じなんです。ロシア側の方が現実で言いますと、少しですね、先進の戦闘機は実にありますので、米国の戦闘機と比べることはできないんですが、ストレン製この範囲内でしたら、ロシア側の方がの戦闘機ですね、負けないと思います。つまり、ウクライナの空軍は制空権を取ることはできないと思います。でも、戦うことはできます。また、イギリスでは、 スターストリークっていうミサイルシステムを許容すると発表されました。これは近距離防空ミサイルなんです。でも走行者に搭載できます。つまり固定式ではなくて走行者に搭載されますので、まあ、戦闘機を狙って発射して攻撃して自分はすぐに逃げますので、自分は走行者の中にいてますので安全なんです。また、米国の 1 5 5ミリ榴弾砲と言いますが、これは発射して終わりではなくて追跡できますので命中率はとても高いんです。衛星、そして戦場の情報を収集して発射して戦車を探しに行くっていうイメージなんです。これでわかるのはロシア側の武器と先進国の武器、 もう時代が違います。あるいは世界が違うという意味ですが、昨日の話の続きではありますが、ドイツはウクライナから武器のリストをもらいました。私が聞いた話なんですが、ウクライナは強い武器、重装備を実にですね、要求しました。戦車も装甲車もミサイルも要求しました。でもドイツはそのリストを修正、削除しました。重装備、 強い武器は削除されたんですよ。原因っていうのは、これが作戦なんですね。もし一気に強い武器を全部ウクライナに与えてしまうと、この戦争はすぐに終わってしまいます。ロシア軍は撤退すると思います。ただしですね、かわいそうなのはシュルツ総理なんですよ。でも、シュルツ総理は、あの、セレンスキ大統領によく怒られていますので、慣れているでしょうし、いいでしょう。 あの、聞いた話では、ドイツは最初、V5 戦車、あるいはパンタ戦車というものですね、供与すると考えていました。ウクライナのリストにはありますし、これを許容しようかとなったんですよ。ただし、これが難しいんですね。この V 戦車、V5 戦車と言いますが、パンタと言いますが、 これは第二次世界大戦ではもう世界を制覇する勢いでしたね。この戦車はとても強いです。そして、あの特徴としては、ケタピラというものですが、非常に幅が広いんです。なので、柔らかい土の上でも走れます。ウォークライナーには適切しています。なので、これは無理でしたね。今のところですが。 これで判断できますが、プーチンは最後負けます。でもどうやって負けるでしょうかこれが問題なんですよ。これから実に危険なんです。独裁者は自分の政権が崩壊すると分かってくると、どんなことでもやってしまうんです。それを考えた方がいいんですね。独裁的な政権というのは、自分が失敗しました。引退できます。これはできないんですよ。クーデータが起きる可能性が高いんです。 一般的でしょ。と言ってもいいんですね。なので、中国の政治家であっても、まあ、政治家はいませんが、そういう人間ですね、大体引退となって、引退する人は安全に引退できる人はあんまり少ないんですよ、実際的に。大体捕まって終わってしまうとか、ああそういうのが多いんですね。現在、老シのことをよく知っているシンクタンクが提案していますが、プーチに逃げ道を作ってあげることが大事ですよと言われています。 その逃げ道とは一瞬でまあ、すぐに失敗してしまうとか、これは独裁者にとっては受け入れることはできないんですよ。怒ってショックを受けて怒って核兵器を使う可能性が高いんです。そうすると第三次世界大戦になるかのこともあり得ますので、ロシアが処理だと宣言する前に、プーチンはクーデータが起きないように今方法を考えているらしいんです。 つまり、西洋側はですね、戦争を長くしましょうかと、そして経済制裁もやっています。戦場の戦いでお金はかかるので、ロシアがどんどん弱くなっていく。最後ですね、ロシアは戦いたくてももう無理ですとなってくるんですよ。 また、プーチンもこれがいいでしょうと思います。戦いが少し続いてはいます。この間、逃げ道を考える時間はありますので、あるいは逃げ道を作る時間はありますので。でも、結果としては、ウクライナは大変なんです。今年いっぱいになるでしょうかあるいはもっとなるかもしれません。西洋側は武器と装備で戦場をコントロールしていると。 いうふうに言えるでしょうと思います。あるいは戦場のこの周期、あるいはこの戦う期間ですね。西洋側は把握しているというふうに言えるでしょうと思いますが、まあ結果としては最後ですね。私はやはり自分を強くしないといけないんですね。自分を強くしていかないと、 あるいは自分を強くしないと牽制されてしまいます。いうことを聞かないといけなくなってしまう。自分の国との戦いですが、でもいつ戦争を終わらせるのか、それも牽制されてしまうのが現状だというふうに私は思いますが。まあ、当然ですが、これが私の推測ではありますので、でも、た体少しずつ見えてくるではないかと思いますが、もちろんですが、私は注目します。こうならないように、 願って注目したいと思いますが、そしてやはり大事なのは自分を強くして誰にも頼らない。自分を自分で守るというのが大事です。そしてその上でみんなと仲良くして、同盟国、友達と仲良くして、仲良くしてですね、最後は援助はしてくれるでしょうし、支援もしてくれるでしょうし、それはそれで付き合いとしては嬉しいです。でも、根本。 基礎としては自分で自分を守るという意識はやはり大事ではないかというふうに思います。この動画はここまで,でしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。